このコーナーは私たち3人が物申したいテーマについてガチで愛を持って討論していこうというコーナーです。今回のテーマはこちら、嘘をつくということについてということで、はい、このスタッフの、はい、ここにいるスタッフの方 の、 1名の方がこれを書いたみたいなんですけど、はい、でこの収録の前にちょっとどういうことかって話したら、うん、すごい語ってくれて、うんまあ、この嘘をつくっていうことの代表例で言うと、じゃあまた今度って言った時に、じゃあ今度飲みに行きましょうねって言って、はいはいはい、実際に行かないじゃないかっていうことにフラストレーションを抱えていると、はい、いうことらしいんですね。社交辞令に対しての不満というかちょっと切ないんじゃないかな、うんうん、誘ってくれないみたいな言ったのにそうですそうですみたいな、そういうなんかこう嘘、まあ、嘘というか社交辞令も嘘なんじゃないかっていう風にすごく強く語ってらっしゃいました。とっても純粋そうなお方で、ね、そうですそうですそうです。私考えたの、私もよくそれ言われたりとかするんですよ、うん、ここ目の前にいるからもうこう見ちゃってるんですけどそう、ね、私も元来すごい期待シーンなタイプなので、うん、なんか今日なんか今度遊びに行こうっていう風に言われると、うん、いつ行くんだろうみたいな感じでもう期待しちゃうの、うん、だったりとか、それで行けないってなった時に多分人よりも倍ぐらい落ち込むのよ、うん、そうそうそう、っていう気質だからすごく気持ちは分かるんだけど、うん、でも別れ際ってどういう言葉で終わらせるのか、うん、むずくないって思っちゃうの。なんかごきげんようまた会う日までなんですけれども、うん、それをダイレクトに言う人いないじゃん日本人で。そうね、そう、そのまた会う日までが今度飲みに行きましょうに変わったと思ったら嘘だっていうふうには感じないのではっていうことですよ、はいはい、今風に言うとまた会う日までっていうのが今度飲みに行きましょうに変換されてるっていうふうに思ったら、実際に飲みに行くっていうことじゃなくて、それはもう装飾品のようなもの、うん、みたいな、もうおっしゃる通りのような形で私は使っています、うん、切り上げ方の一つみたいな、ね、ただ私と秀樹と私と高志が出会った時も多分おそらく、うん、また今度一緒に飲もうねとか、うん、またどっか一緒の現場があったらって、っていう出会いだったわけですよ、うんうんうん、でもそのやり取り終わったけど、縁があればまた会える、ね、縁があるから今こうやってやってるけどさ、うん、っていうのもあるから、多分おそらくその人とは縁がなかったかなって私は思ってる、うん、なんかさ、私今それ話聞いてて思ったけどさ、嘘の中にもすごくさジャンルがあるじゃない、はい、あるね、だからさこう嘘っていうこのさ2文字がさ、うん、なんだかさ悪の香りがするわよね。そうね、だから、ね、から名前を変えればいいのよ、ね、名前を何するじゃん。だからなんかこういやそれは分からないけれども、おポリリアンとかなんかそういう感じ、そう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 、ちょっと可愛いみたいな、イビポリリアンみたいな、イワシン、そうそうみたいな感じの名前さ、ちょっとこうサラサラっとしてるみたいな、だから物事を円滑に進めるために、うん、今ちょっとイワシ水なんだけどさっき言ったことありますけど、イワシ水なんだけどっていう感じ、イワシ水、そうそうそう、イワシ水いいじゃない、いいでしょ、なんかちょっとすごい涼やかな感じするわよね、うんこれは今のはイワシ水ですか、そう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 、イワシ水私も使ってみたいですということで今回のまとめをお願いします。ということで私たちの結論は、嘘ではなくイワシ水、もう岩清水でできてる、そうですそうです、もう苔のようなものだ、岩清水で大洪水みたいになってるんでしょ、綺麗な感じがする、すごい青々とした苔に見えてきたわ、何言ってんのよ、岩とかに山の方なんだ、何言ってんの、 MB ガブリエラファーストフルアルバム縁がベーシックが絶賛発売中です。皆さん必ず買ってくださいね。そして12月2日にはなんと日本橋三井ホールにてワンマンライブの開催が決定いたしました。ぜひ皆さん遊びに来てください。以上 MB ガブリエラでした。